私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。氷川きよし、いつも聞かえている、と幻想的な、キーナ、お披露。氷川きよしは、特別公演、で、自らを提案する老婆役を演じる。氷川は、ここが、パワースポット、と座長公演に大喜び。ライブパートでも、紋付き袴から、演技服に次々変身し、劇場に入ってからずっと聞かえています。デビューした22歳からそういう生活。そうじゃないと不安になっちゃう、と笑っていた。明治座で7度目の座長公演で3日に初日を迎えたばかり。芝居と歌の2部構成で、第1部では歌手を目指すコンビニ店員が18世紀フランスにタイムスリップする物語。氷川は騎士や老婆など6人を見事に演じ分けた。関東甲信地方はこの日梅雨入りし、会場外も大雨。第2部では、悪天候を吹っ飛ばすかのように、箱根八里の半次郎、清のずんどこぶし、限界突破×サバイバー、など演歌からポップスまでの全14曲をエネルギッシュに歌い上げた。歌手の氷川きよしが6日、東京明治座で、座長舞台、氷川きよし特別公演、7月4日まで、を行い、報道陣に向けて様子を公開した。色とりどりの衣装に身を包み、変幻自在のキーアイナを観客へ見せつけた。7月23日から大阪新歌舞伎座、8月に福岡博多座、9月に名古屋御園座と4カ所90公演をこなし、休止前の大仕事に全開で挑む。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。